ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。漫画を描くこと何が一番好きですか？僕ね、これはもう自然にだいたいベビーの頃から好きでしたね。あ、絵を描くことはね。だからいくら責められて余計描かされてももうこれでいいってことはない、好きだから。へえ。幸いね、うん、まあ天性で金が儲かるいくらなことで金が儲かる続いたんでしょうね。だからクソ小便するような感じです。あ、なるほどね。詰まったもう排泄するような感じ。書かずに折れないって感じ。そうそうそう、うん、だから書くと苦しいじゃなくて楽しいわけです、うん、あんまりね、妖怪を感じない人はね、質問が激しくてね、困る、うん、そうだよね、聞きたくてしょうがないから、うん、本当に、はい、で妖怪見てやったら見えるから書くんだ、うん、見えないだと見えもんだから激しい質問ですよ、うん、とこがもともと鈍感だからそういう人は見えるのそうそう、説得しなきゃならない絵だ